チャールズ・エリオット・ラフリンは、アメリカ海軍の軍人、最終階級は少々。潜水艦、クイーン・フィッシュの艦長として4度の紹介を行う。35年の海軍歴の中で、海軍十字章とレジオン・オブ・メリットを2度ずつ、シルバースターを1度受章した。しかし、ラフリンの経歴の中で最も知られているのは1945年4月1日に、 緑十字線アワマルを撃沈し軍法会議にかけられたアワマル事件である。チャールズ・エリオット・ラフリンは1910年2月10日にノースカロライナ州ウィルミントンで生まれる。海軍兵学校に進んだラフリンはテニスとバスケットボールに才能を示してそれぞれのチームに所属し特にバスケットボールの分野においては1932年から1933年のシーズン。 1933年度、全米大学体育協会選抜チームのメンバーに名を連ねた。1933年に海軍兵学校を卒業。卒業年次からアナポリス1933年組と呼称された、この世代からはアーチャーフィッシュ艦長として空母シナノを撃沈したジョゼフ・エフ・エンライト、ハリバット艦長を経て大将に上り詰めた。 イグナティス・ J ・ギャランティンなどがいる。卒業後は、戦艦ニューメキシコに配属され、後に、原子力海軍の父と称されるようになる、機関長ハイマンジー・リッコーバー中尉のサポート役を、務める。1938年、ラフリンは、潜水艦畑に進んで、コネチカット州、ニューロンドンの潜水学校に入り、様々な潜水艦に乗り組んだ後 S-14、艦長として、 パナマ海域、カリブ海及び西大西洋における防衛的な紹介にあたり、1942年中に4度の紹介を行った。地味な日々であったが評価され、後にクイーンフィッシュとして命名される潜水艦のキール据え付け段階から艦長に内定し、S-14 の乗組員から未来のクイーンフィッシュの乗組員を優先的に選抜した。クイーンフィッシュの行動に関する、 掘り下げた説明は当該項目に譲り、ここではラフリンがクイーンフィッシュ艦長時代に2度の海軍十字章及びシルバースターを受賞するに至った出来事を中心に説明する。第一の紹介、海軍十字章クイーンフィッシュに救助されつつあるイギリス軍及びオーストラリア軍捕虜8月4日から10月3日までの最初の紹介はバーブ・タニーとウルフ・パック。 エドのインク消しエド、エスラデケイターズを組んで、ルソン海峡と南シナ海方面で行動した。この紹介では8月31日に25戦団を攻撃して、タンカー、千ヨダ丸を9月9日に玉25戦団を攻撃して2隻の輸送船、土曜日丸と満州丸を撃沈した。しかし、この紹介のハイライトは9月18日に、9月12日に、 別のウルフパックの攻撃で海中に投げ出された、非72戦艦加入の落葉丸に乗船していた、イギリス軍及びオーストラリア軍捕虜を18名救助したことであった。ラフリンは、この救助活動を含む最初の紹介行動が評価されて、最初の海軍十字章を受賞した。海軍十字章が集国大統領は、海軍少佐、 チャールズ・エリオット・ラフリンが1944年8月4日から10月3日までの間のルソン海峡及びフィリピン近海の日本勢力圏下にある海域におけるクイーンフィッシュの最初の紹介での突発的に起こった英雄的行為に対して海軍十字章を送る。ラフリン少佐は敵の強力な水上と空からの制圧があったにもかかわらず 攻撃的かつ非常に粘り強い戦術を駆使して、日本の海上輸送に対して、効果的な攻撃を行い、1300トンの敵駆逐艦、2隻の大型タンカー、2隻の大型貨物船の総計4万8000トンに及ぶ艦船を撃沈した。また、撃沈された日本船から放り出されたイギリスとオーストラリアの放漁の救助作業に参加して18名を救助し、 重症者には特に手厚い治療を行って母校に輸送した。彼のスキルと勇気、義務への献身ぶりはアメリカ海軍における崇高な伝統と合致している。第2の紹介、海軍十字章10月27日から12月2日までの2度目の紹介ではバーブ及びピクーダとウルフパック、ラフリンズ・ルーパーズ・アイ・ローフリン、S ・ルーパーズ・アイを編成し、ラフリンは ウルフパックの指揮官となる。東、シナ海で行動して11月8日に2隻の輸送船、八甲丸と京城丸、11月9日に特設砲艦長寺山丸を撃沈し、11月15日には、非81戦団を攻撃して、陸軍特殊船や吉丸を撃沈した。この2度目の紹介も評価されて、2度目の海軍十字章に、代わる金星章を受章した。 クイーンフィッシュそのものに対しても、前回紹介文と合わせて、大統領主君部隊賞が授与された。海軍十字賞が集国大統領は、海軍少佐、チャールズ・エリオット・ラフリンが1944年10月27日から12月2日までの間の日本勢力圏下にある海域における、クイーンフィッシュの2度目の紹介での突発的に起こった英雄的行為に対して、 海軍十字章に代わるゴールドスターを送る。熟練かつ積極的なラフリン少佐は、敵の強力な護衛陣を突破して通称路を繰り返して攻撃し、合計して3万5千0百トンの艦船を、撃沈して1万トンの艦船に損傷を与えた。日本側の厳しい反撃にさらされたものの、彼は見事にそれを裁いて、自らの艦を損傷から救った。彼の行為は、 ラフリン少佐自身とアメリカ海軍に対する最高の使用の裏付けである。第3の紹介、シルバスター12月29日から1945年1月29日の3度目の紹介では、ラフリンズ・ルーパーズの編成を継続し、ラフリンは引き続いて指揮官を務めたものの、ウルフパック全体の戦火自体は大きかったにも、かかわらず、クイーンフィッシュ自体の戦火は少なかった。 ウルフパックは日本軍のフィリピンへの増援を阻止し、1月7日のモタ30戦艦への攻撃では4隻を撃沈して3隻に損傷を与えたと報告したが、クイーンフィッシュは撃沈の1隻について3分の1の戦果が認められたのみであった。両艦バー部艦長のユージーン・ビーフラッキー少佐は、モタ30戦艦攻撃時のラフリンの攻撃ぶりを 信じられないほど下手な魚雷発射と表し、ラフリン自身も後輩に指摘されるまでもなく、戦時日誌に,死に畜生と殴りがきするほどの出来の悪い攻撃だった。シルバースター合衆国大統領は、海軍少佐、チャールズ・エリオット・ラフリンが1944年12月29日から1945年1月29日までの間の台湾海峡及び中国沿岸部における クイーンフィッシュ三度目の紹介で示した、目覚ましい勇気と恐れを知らぬ精神を評価して、シルバースターを送る。匠に接敵して、敵の強力な護衛網を貫いて、魚雷攻撃を仕掛け、他の潜水艦と協力して1万トンのタンカーを撃沈し、銃撃で300トン級の敵小海底を撃沈した。グループの指揮官としても、彼の指揮の下で、合計6万トンもの敵船を沈め、 任務遂行に貢献した。彼のスキルと勇気、義務への献身ぶりは、アメリカ海軍における、崇高な伝統と合致している。南カリフォルニア大学のロジャー・ディングマン教授は、この3度目の紹介における見入りの少なさは、ラフリンとクイーン・フィッシュの乗組員に、これまでで最も屈辱的な経験を与え、次の紹介に傷ついた評判を回復するチャンスを与えたとする。 2月24日からの4回目の紹介において、ラフリンのクイーンフィッシュは冒頭に記したように、1945年4月1日に、緑十字船、アワマルを撃沈する。いわゆるアワマル事件である。直前の3月28日、太平洋艦隊潜水部隊司令官、チャールズ、A ・エロックウッド中将は指揮下の全潜水艦に、以下のようなメッセージを発信した。ロックウッド中将が、 アワマルに関するメッセージを発信したのは二度目で、最初のものは3月上旬に発せられていた。しかし、この最初の伝文は、ラフリンイカの陸民は見なかったし注意もしなかった。3月30日から4月4日までの間に、担当海域に安全を保障されたアワマルが通過した。アワマルは夜には点灯して航行し、船体に白十字を描いている。 ラフリンのクイーンフィッシュがアワマルに関する二度目の伝文を受信したのは間違いないが拙い文章であったためにラフリンはこうつぶやいた。生まれてからこんなアホな伝文は見たことがない。潜水艦宛ての伝文はそのほとんどがロックウッドの副審であったリチャード・ジー・ボージ大佐が自ら起贈するか目を通すかしていたがこのアワマル通貨に関する二度目の伝文に関しては 帽子がフィリピン出張中であったため副官が作成したものであった。伝文に関する不運が二度続き、シーフォックスからの報告に基づき、ラフリンのクイーンフィッシュはノームの中で駆逐艦を探知し、魚雷を4本発射して目標の駆逐艦を撃沈し、生存者1名を救助した。この生存者、アワマルの調理師であった、 下モダ・カンタロウの口から伝聞が洗い直され、撃沈したのが、アワマルであることを知った。ラフリンは、そんなバカな、と叫んだのロックウッドに撃沈を報告し、シーフォックスと捜索を行いながら、太平洋艦隊司令長官チェスターにつ減水と、合衆国艦隊司令長官県海軍、作戦本部長、アーネスト・キング減水にも報告、キング減水は即座に、 以下のように返答した。クイーンフィッシュは直ちに祈祷せよ。ラフリンは軍法会議にかけられるであろう。下田以外の生存者は見つからなかったが、積み荷とおぼしきゴムが4000個も発見され、そのうちの4つを回収してサイパン島に祈祷した。事件に関し、ロックウッドの懸念したことは以下の3つであった。ロックウッド中将は弁護人を介したラフリンの証言に対し、 3月28日の伝聞に関するいくつかの避難は受け入れた。弁護側は2つのことを持ち出して、ラフリンを弁護した。一つは、アワマルが安全が保障された通告済みの航路を航行していたとしても、生存者や積み荷のゴムがそれと無関係であるかどうか。ラフリンは、それらがアワマルのものかどうかはわからなかったとし、ともかく攻撃したのは間違いないと述べた。 もう一つは意図の欠如に関してであった。ラフリンが取った戦術は小型艦船に対するものではなく明らかに大型艦船に対する戦術であった。戦術に関する論争に際してラフリンのクイーンフィッシュにおける過去の紹介記録を洗い直した。ラフリンは真理では好意的に振る舞いクイーンフィッシュを手放すことを惜しんだ。しかし、軍法会議は 職務と合法的な秩序維持に過失があったことを認め、ラフリンは有罪と宣告されて、海軍長官からの沙汰を待つ身となった。ニミッツ長官は、処罰を寛大にするよう求めたが受け入れられず、逆にラフリンに重いペナルティが課せられることとなった。そして、キングは、ラフリンは今の立場にはいられないと発言した。4月16日付で、 クイーンフィッシュ艦長職から外されたラフリンは、軍法会議の後、ロックウッド中将の下で、スタッフに加わった。その後は、アナポリスに戻って、運動教官を務める一方で、募金活動を行い、アナポリスでの運動カリキュラムにサッカー、クロスカントリー及びレスリングを復活させた。軍部の方では、潜水母艦オリオン副艦長と潜水部隊司令を、歴任。給油艦。 ミシシネワと従事民王館、トレドの艦長を務めた後再び潜水艦と関わるようになり、第六潜水大軍司令としてポラリス、搭載潜水艦の指揮を取った実績に対して最初のレジオン・オブ・メリットが授与された。レジオン・オブ・メリットが主衆国大統領は、海軍少将,将、チャールズ・エリオット・ラフリンが九百六十四年八月二十四日から九百六十六年九月二十四日の 間に努めた第6潜水隊軍司令として、卓越した功績に対し、レジオンオブメリットを送る。ラフリン少将は有能で、基地に富むリーダーとして、アメリカ大西洋艦隊潜水部隊の軍事や運用部門に大いに関わった。特に、ポラリス搭載潜水艦に関する組織の形成、オーバーホール前の訓練方法及び完熟訓練の方法について、 戦術外の負担についての監督を行った。持ち合わせたリーダーシップと専門知識を駆使し、サウスカロライナ州チャールストンにおける休暇中の乗組員に対する支援活動を機能させた。また、ラフリン少将は海軍における最も明瞭的かつ印象的なスポークスマンとしても記憶されるところである。これらの職務に加え、NATO での職務及び、 東部大西洋方面潜水部隊における職務遂行の際に、ラフリン少将は海軍の伝統の維持と義務への貢献に対して最大限のパフォーマンスをしてみせた。その後、ラフリンはワシントン DC 海軍区の司令官を務め、その職で二度目のレジオン・オブ・メリットを受賞した。そして、この職を最後に海軍を退役した。レジオン・オブ・メリットが衆国大統領は、 海軍少将、チャールズ・エリオット・ラフリンが1966年10月から1968年6月の間に務めたワシントン海軍区司令官としての功績に対し、レジオン・オブ・メリットの代わりに金星賞を贈る。ラフリン少将は、ワシントンでの職務において、卓越したリーダーシップと判断を駆使し、海軍の足したような部隊の監督するなど、艦隊支援の任務を全うした。 その職務のもと、軍民関係コミュニティの中において海軍が果たすべき、重要な役割に関する意識を向上させ、拡充していった。ラフリン少将はまた、基地周囲の民間人との交流を維持し続け、軍人のための住宅地を増加させることに貢献した。さらに彼は、海軍の青少年向け行事や、相乗対策にも乗り出し、民間との交流を積極的に奨励していった。 ラフリン少将は卓越したリーダーシップと先見性、そして鋭い感性を持ってアメリカ海軍のために尽くした。退役後のラフリンについては断片的な情報しかないが、妻と共に日本へ旅行のために来日したことがあり、日本の復興ぶりに目を見張った。1979年12月7日には、アワマル事件に関する NHK の取材を受けている。この取材において、 ラフリンは、もう一度やり直しができたとしても、運命のあの4月1日と同じ状況、同じ事情ならば、また、全く同じように行動するであろうという発言を、行っている。ラフリンは1989年10月31日に79歳で、亡くなり、アナポリス敷地内の墓地に埋葬されている。ローフリンの日本語読みは多様である。本校では、ディングマン。 アワマル撃沈の河村工事の翻訳によった、ドリロックリンも参照。この3分の1は、1945年1月8日のタンカーの彦島丸の撃沈に関して、バーブ及び、ピクーダと戦火を3等分したもの。ただし、実際には、彦島丸に命中した魚雷はなく、沈没原因も、魚雷回避中に座礁して果てたものである。ジェニック、ありがとうございます。